じゃじゃーん、じゃじゃん、じゃじゃん、じゃじゃん、なんかニュース速報っぽいね。なんかこう音楽も作っときたいもんですけどね。なんですか、何気に久しぶりナウの放送以来ですね。はい、今日はあの緊急特番、緊急号外編としてですね、全体でおよそ 2,30 分の放送にまとめようと思っています。おなじみ三宅洋平山本太郎戦隊本部のですね、まあ通称総監督、バントの指示とか出してるわけじゃないんですけど、斉藤雅史氏がですね、今皆さんシリア情勢っていう形容詞はもう新聞にいっぱい踊ってるんで、まあ、言葉だけは覚えて、でそこで思考がまた止まってしまっている状態の方が多いと思います。なので、シリア情勢今どういう背景でどういうふうに何がどうなって、そして例えば米軍が単独で空爆したら日本はどうするのかとか、その辺のことをですね、今一回ここで今日このタイミングで、ちょっとまとめておく必要があるのではないかということでですね、緊急特番放送することに決定しました。まあ、テーマはシリア情勢というところからなんですけれども、その背景を探っていくとやはり僕らが常々言っている話が出てくるのじゃないかなと思っております。改めまして斉藤雅史さん、はい、よろしくお願いします。はい、サルちゃんです。サルちゃんです、よろしくお願いします。まあ今日僕普段読売新聞読まないですけど、はい、まあホテルにあったんでたまたま展示したところ、まあテーマは3つありまして、 TPP 今まあ目下揉んでる最中ですと、それからシリアが、米仏が攻撃を協議に入っていると、でまあ下の方にちょっと、CSIS のハムレ所長ですか、研究所の所長が、まあ、安倍さんたちに、原子力政策において信頼回復をせよというプレッシャーをかけに来ている。非常になんか三大ニュースが今日は並んでるんですけど、その中のこのシリア、だいぶ状況が逼迫してきてますけれども、実際ですね、これ何がどういうふうになってどうなっていくんだろうかというところをぜひ皆さんに、ご理解いただけるようにお話しいただけますでしょうか。まあ、時間ないんで、なぜこのタイミングでね、3月にもこのシリアでの化学兵器の使用の問題というのは大きな問題になりました。でも、まあ、ちょっとの間何もなくて、ここへ来てまた突然出てきて、でいきなりアメリカ、イギリス、フランス、まあ、直接的には一番上にしてるのはアメリカですけれども、空爆、軍事行動、突然出てきて、これぜひそのタイミングということをね、皆さんぜひ考えていただきたいということで、選挙の時に僕ちょっとお話ししたことがあったんですけど、これを理解してもらうにはですね、いろいろ言われてますけど、僕が一番大きな要素だと思っているのは、やっぱりファンドの動きだと思ってるんです。金融ですね。はい、はい、で振り返ってほしいんですが、アベノミクスっていうのを、まあ、僕は国際的な捨て線だと言ったわけですよ。国際的な捨て線に乗っかったのがアベノミクスの本質であって、アベノミクスは実は政策ではない、国際的な金融っていうか、まあ、ファンドの動きに乗っかっただけなんだという話を実は選挙の時にさせてもらいました。で皆さんにぜひ知っていただきたいんですけども、アベノミクスの発端はいつだったか、10月の下旬なんですね。去年の10月の下旬に突然外資って言ったらですけど、外国人の東京でのですね、株取引がいきなり大幅な買い越しに転じるんです。10月の下旬なんですね。でそこから実は誰も予期しなかった解散総選挙が始まるんですよ。当時民主党の中でもほとんどの人は解散反対だったわけですね。でだからほとんどの人が実は解散を想定していなかった、民主党の中でも。民主党の中でもです。解散はできるだけもう7月に近づけるっていうことをみんな考えてたんですよね。でそれがこの外国人の日本株買いが始まったところから、その後突如としてこの解散総選挙が生まれてきたという経過があったことを覚えていただきたい。でそこにどん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 外資がどんどん入っていって、この政権交代を想定した形で株式市場が上がっていった。で予想された通りに
まあ、あの6月にこれが暴落をしたわけですよね。東京市場で株式が暴落した、うん、でもその前にわずか半年の間にですね、うん、倍に上がったわけね、うん、株が。ということはですね、まあ最初に動いた外資は倍になったということですよ、うんうん、大儲けをした。底値で買い叩いて売り抜けた、そういうことですね。まさに売り抜けたのが今年の6月です、うん、でそれを売り抜けた後、外資は、まあ、ファンドですよね、国際ファンドはどこへ向かったか、うん、まあ、いろいろあるんだけども、一番集中していったのは石油なんですよ、うん、石油の先物取引にその後シフトしているわけ、うん、でいつもそうやってある時は金に、ある時はあの一次産品にで安く買って値を釣り上げて売り抜ける、うん、これはまあもうファンドがずっとやってきていることなんですよね、うん、で思い出してほしいんですが、エジプトでの動乱がいつ起こったか、まさにこの東京市場での日本株の売り抜けの後からエジプトの動乱が起こっている、うん、でまあこれはちょっとさっきあのあれしたんですけど、皆さんにぜひこう見てほしいんですが、7月16日の毎日新聞の一面、これはまあスクープと言っていいと思うんですけれども、あのエジプトでの最初の大規模な武装衝突、うん、これのきっかけが謎の武装集団、わずか20名のバイクに乗ったあの私服の武装集団が対峙していた双方に銃撃をしたことから始まったという記事が、これは毎日だけなんですけど一面トップで出てるんですね、うん、で一面トップでですね、あの毎日まず一応全国紙じゃないですか、これがあのあれだけはっきり書くっていうことはですね、根拠が全くないっていうことはまあ常識的にはありえないわけです、うん、ただ他の新聞はそれ全然書きませんでした、うん、でそれ以降もこれに関しては続報や証拠がないんですけど、これはぜひ皆さん知っていただきたい。これが何なのか、じゃあこの集団がいたとすればこれが何なのか、これはまだ闇の中ですよ。でもそこからエジプトの動乱が始まったということをぜひ皆さん、あのよかったら7月16日の毎日新聞の紙面を見てほしい。でこれでまた石油がドーンと上がっているわけです、うん、石油がですね、うん、でそこへ来て今度この今この時点でシリアの空爆問題が起こっているということをぜひ皆さん知ってほしい。これは何なんだと。でファンドっていうのはさ、ファンド自身が金持ってるわけじゃないんだよね、うん、このハゲタカと言われるファンドっていうのはそれこそ世界中の大金持ちたちが出資しているわけです、うん、でこれをこれはこの間同じあの皆さんテレビで見られたと思うんです、見られた人も結構いると思うんですけども、新富裕層対国家っていう番組を NHK が放映しましたね。で今やまあ、そこの番組によればこれも NHK が初めて数字を出したんですけど、これ根拠があると思います。日本にすでに198万人に増えてるっていうんだけども、新富裕層と呼ばれる人たち、具体的に言うと投資可能資産、投資可能資産、つまりその投機に回せる金だけで1億円以上持ってる人が198万人で、この数はアメリカに次いで世界で2位だということを NHK はあの中で番組の中ではっきりするに含めて出しましたよね。ここをぜひ皆さんに知ってほしい。だからこのハゲタカファンドの動きというのは決して日本と関係ないことじゃなくって、少なくとも2番目に責任はあるんですよということなんだよね、うん、で例えば去年の総選挙、この時にじゃあね、まあ、直接には野田さんがやったわけだけども、これがどういう経過で、僕は現場知らないし、それがどういう経過で具体的にどこで判断されたのかも知らないし、その時にどういう動きがあったのかも証拠があるわけではない、うん、だけどタイミングとしてはそういうことが事実としてあったんだ。10月の下旬から突如としてファンドが日本株会に入ったということがあった、うん、で解散総選挙があってまさに安倍政権になって、それで一気に株が上がって倍になって、そこで売り抜けたということは、これは事実だということですよね、うんうん、で
まあ、今回のシリアのいろいろ言われてるアメリカの例えば今財政が危機にあってアメリカの負債国の債務を上限を取っ払わなければ10月にもデフォルトと言われていることがあってこれをなんとか、まあ、共和党を引っ張り込むためには、まあ、戦争を有事にしちゃうっていうことで戦争には金がいるわけだからという口実でこれを上げるっていう副次的にはあるかもしれないけれどもより大きな背景で軍産複合体常に戦争をやりたいのもあるだからいろんな要素はあるだろうけども直接的に言うと一番大きな要素として可能性が高いのはこれでじゃないんですかっていうのは僕の意見です見方ですまあみんながアベノミクスは一体どこにあるんだと言ってきて久しいんですけれども、うん、その198万人のこれは機関投資家じゃないですではないはいまあ個人投資家なんですねでハゲタカファンドっていうのは、うん、その世界中の大金持ちまあ、はっきり言うと桁が大きい人たちのところにからしか出資しないしか本当に年2割3割の利が回るんでこのファンドっていうのはね本当にまあ限られたそうなんだけれどもでも世界的にまあ国別の規模で言うとその中で2番目の資金は我が国のまあ 1% ないし 2% の人たちのお金なんだということはぜひ皆さん知ってほしい逆に言うと日本でできることは小さくないんですよっていうことをぜひ知ってほしいなっていうふうに思います日本が変われば世界は変わるとはよく言いますけど、はい、実際具体的にはそういう部分 でまあアベノミクスの恩恵に預かったのは、まあ、本当 1% なんじゃないかなんてことはよく言われているけれども実態としてはやはりそこら辺のそういう存在の人たちが、まあ、動かしている話であるとでおよびざっくり言ってしまえばもはや政治という装置は金融のその波を起こすための情報操作の道具にもはや成り下がっている感が情報だけじゃなくって、うん、国家を誰が支配しているのかっていうのが非常に、うん、極限的にねまあ一般的に言うとその支配層って言われる層が言われるわけだけども、うん、今や本当にその国際的な投機資金っていうところがアメリカという最大の国家特にその軍事装置も含めてご存知だと思いますけどエジプト軍というのはもう完璧に実際上はアメリカの軍事援助によって支えられている、うん、これなしにはエジプト軍というのはもう実際上動かないわけですよ、うん、8割と言われている、うん、だからそういうアメリカの外交軍事ことを含めてねそこと連動してしまっているというのが現実なんじゃないですかっていうふうに、うんまあ、僕は思っているわけで日本がどうなんだと、うん、今、まあ、イギリスが下院が否決しましたよね今回の軍事作戦に関して、はい、で英仏っていうふうになっているだから日本は、まあ、直接的に軍事には関わらないだろうだけどじゃあ我が国政府はこれに対してどういう態度を取るのか、うん、儲かるんですよその人たちはここの軍事もしシリアで軍事行動が起こった時に、うん、エジプトの動乱からシリアに入ってまあひょっとすればだけども可能性としてかなり危ない可能性があるのはこの戦火が飛びすることで石油の値段はまたぐんと暴騰する可能性非常に高い、うん、わけですよねだから儲かる、うん、だけどもしこの空爆がもし行われたらエジプトの動乱でも1000人単位の人が死んでいってるわけだけどもっと大規模な殺戮がそこで起こるということだよね、うん、でそれが必要なのがそういう人間の血や何て言うかなその生命が奪われて初めて成り立つこの利益 1% の人たちそこまで逆に言うとその人たちが儲け続けるためにはそこまでしなければいけない状況に今世界は追い詰められてるっていうと悪いけども、うん、その世界的な二極化まさに 1% と、まあ、2% と 98% って言い方があるけども、うん、そこまで来ちゃってるんですよまだ日本の株式市場でそういうその国際的な指定戦をやってもおけるまだ犠牲は小さいけれども、うん、もう今回のここまで来ちゃうと
どれだけの人命までが犠牲になるのかっていうことをぜひ知ってほしい。でこれを止める方法は、うん、ね、少なくとも日本がその中で2番目に、うん、国別で言えば責任を持ってるとすれば、まあ今ここの国に住んでる僕たちで、この構造を変えられるかどうかっていうのは、まあ今一番の問題じゃないのというのが、まあ僕の意見なんですよ。だからこの構造を変えない限り、まあ原子力のことも同じだけども、原発のことも同じだけれども、その犠牲の上に成り立つこの 1% の人たちの利害、同じ問題が今まさにシリアで起こってる。だけどこのことが我が国と密接に、この国とね、この国のこの構造と密接に連関してるんだということをぜひ知ってほしいなと思うんですよね。まあ、思い返せば歴史を紐解くと、まあ記憶に新しいのはイラク侵攻でしたけれども、細菌兵器があるんじゃないか、生物兵器があるんじゃないかということで始まったはずの戦争が、まあ、その話はどこへやら、で最終的にはありませんでした、でへへという、その結論に至るまでの間に一体どれだけの人が死んだのかと、そしてその事象を通して誰がどのぐらい儲かったかっていうことをたどるとですね、その当初のあやふやな情報は誰に利したのかということがはっきりします。だからここで普通で言うと、まあ一般的にはですね、その人たちがその情報でっち上げたんじゃないのかという疑いがあって叱るべきなんですが、これはもう歴史を紐解くと、実はベトナム戦争のトンキン湾でタグボートが沈められたというのも、これは戦争が開戦してほどなくしてペンタゴンが自らあれはなかったということを認めたんですね。ところがベトナム戦争自体はもうすでに深い状態に進化してしまっていたので、まあやったやられたの応酬、感情ももうぐちゃぐちゃになっているという状況で止められないと。で今起きてることっていうのも、おそらくそのシリアから飛び火さして、どこまで中東を不穏にできるか、この不安定とカオスこそが物の値段を不安定にさせるんで、まあ、この上下のリザヤで稼ぐ人たちにとって非常に有利。そういうことで、なおかつベトナム戦争っていうのも、まあ、よく語られるオリバー・ストーン監督の映画なんかでも、戦っている兵士たち自身が一体これは何のための戦争で、いつまで続けなきゃいけないんだっていう状態に、アメリカの世論も最終的に陥ったわけですよね。でこれも今紐解くと、まあ、経済的に見るとですね、戦争は長引けば長引くほどある人たちがやはり儲かるんですね。これも第1次第2次世界大戦ぐらいまでをへめぐっていっても、同じような企業の同じようなファミリーの人たちがやはり儲かり続けている、今も変わらないという構図に僕も見えます。でそれをね、同じことを繰り返すのかっていう、人類はというか、今、まあ、僕ら今生きてて、まあ傭兵は知らなかったけど、僕はベトナム戦闘時代に傭兵世代なわけじゃないか、でそのことも経験してるわけでね、で、まあ、特に見てくれてる人は若い人たちが多いかもしれない、そういう事実を知ってほしい、そしてイラク戦争の時は実際そうだった、なかったわけだよ大量破壊兵器は、これはもうアメリカも認めたわけじゃないか、で今も言っているよね、確かにペンタゴン、ホワイトハウスは言っている、確実な証拠があるとか言ってるけど、本当にあるんだったら出してるはずです、すでに海戦を軍事行動するんだ必要があって、本当に確証があるんだったらそれを出すのが一番有効のはずなのに、出せないってことはないと思った方がいいでしょ、いやこれはもう繰り返され続けた手法なんで、本当ならもう全ての人は気づいてるはずなんですね。ところが具体的にどう抑止したらいいかが見つからないで、安倍義弘さんの著作にもありますけれども、世界超強行の正体、副題がコーポラティズムと、市民国家の戦いだと、これは今まさに本当に 98% ぐらいの一般市民と 2% ぐらいの、まあ、超大企業のオーナーたちとか、そういう超富裕層ですよね、との階級争いというか、彼らの暴走をどう止めるのかという次元に入ってきてますね。 そうですね、それがでもできないことではないんだということを、ぜひ訴えたい、はい、で結局じゃあそのベトナム戦争もそうだったし、イラク戦争もそうだったけども、当初から反対した人たちはいたわけですよ、アメリカで調査に入ってそのことを暴露した人もいたわけじゃないか、で時間はかかったけど、
時間はかかったけど真実が、ね、明らかになったわけじゃない。学生層に関しても大量破壊兵器は、うん、まさにさっき言ったトンキンマン事件がでっち上げであったということも、うん、それも証明されたわけじゃないか。でもうそれを学んでるわけだから、僕らはそこを今はっきりと思い出して、これにはっきり反対するべきだということと、うん、日本がね、目に見え直接な形でこれに加担しなくても、そこで儲かってる人たちが2番目に多い国なんだということをぜひ知ってほしいということだし、うん、そこを変えられさえすればこれは変えられるんだということよ。でアメリカは例えば今アメリカも財政破綻状態なわけじゃないか。でオバマは少なくとも所得税は金持ち富裕層に増税をするってとこまでは行った。だけど今彼は本当に歴史の瀬戸際に立っているわけですよね、うん、で財政均衡法と、これでもしオバマが、オバマ大統領がこの軍事攻撃をやったら、うん、まあ歴代そういう誤りを犯したかってのジョンソンだとか、それからブッシュだとか、うん、という同じ部類に最終的に彼は行くことになるだろうけど、一方でその所得税の富裕層に対する減税から増税からね、うん、もし彼が暗殺の危機も恐れずに、うん、だってのリンカーンや、うん、あるいはケネディのように暗殺も恐れずに止める側に回るのかって、今本当彼は僕はそういうところに立たされてると思うわけね、歴史的な。でもうはっきりしてるわけさ、所得税だけではここは解決しない、うん、富裕層の持っているまさにその投資に回るこの金融資産にまでオバマが課税するところまで、ただしこれは暗殺の金がものすごく大きくなる、うん、もしあれすれば彼は全く逆のそれこそリンカーンや JFK のような系譜に入る大統領に、まさに初の黒人大統領がそういう仕事、うん、もうまさにそれを決めるのはじゃあ何なのかっていうと世論ですよ。アメリカの国内世論であり国際世論であり、イギリスは下院は否決した、うんね、今日本もみんながどう考えるかっていうことにそこはかかってるんだ、うん、もっと言えば日本の今何をしなければならないかっていうことをぜひ考えてほしい、うん、でやっぱり日本のこの二極化を進めてきた政治、はい、特に税制、はい、これを変える方向に、まあ、持っていくっていうことをぜひ皆さん考えてほしいっていうのは、まあ、僕の結論となると、もう思いっきり消費増税とか、あ、これはもう全く逆です。日本人にとって非常に今クローズなトピックに差し障ってくる。そういうことです。直接的に。もう前にも話したけど、うん、この国の右肩上がりの戦後40年50年続いた経済成長がどこで止まったかっていうと、うん、1989年4月1日の消費税を 3% 導入したところから失われた20何年は始まった、うん、これはもう全ての統計が証明している、うん、で 3% を 5% に引き上げた1997年4月1日から今に続くデフレが始まってるんですよ。でそれをまたじゃあ今度 10% に上げたらどうなるのか、そのイマジネーションを大事にしてほしいっていうのはそこ、うん、でやっぱり若い人たちにはそこが経験がないからわからないけど、僕たちはそこをずっともう物心ついて大人になって見てきたわけさ、うん、でそれはみんな僕らの世代にはわかるはずなんだから、うん、その世代の人たちもいると思うんで、そのことをみんなもう一回はっきり考えてほしい、うん、消費税だって近づいてきたら今や反対が増えてるわけさ、うん、今やるべきは消費増税じゃなくって大衆減税なんだし、うん、でまさにその 2% の人たちに対して資産まで含めて課税をして 2% にたまった400兆から500兆のお金を8割の人に回せば、中小的社長に渡せば、資産がない層に回せば、うん、でこれは一発で解決するんだっていうところは僕はポイントだと思いますね、うん、だから関連を考えてほしい、はい、そこが想像力なんだと、うん、今シリアで起こってることと自分の生活、石油が上がって儲かる人たちは 2%、うん、日本の8割の人間は石油が上がって困るわけよ。電気は上がる、油代は上がる、うん、もう漁師は困るわけさ、漁、うん、出れないんだよ、うん、出ても儲からないから、ね、本当に漁に出るほど赤字っていう状態ですからね、うん、これを考えてほしいと、うん、だから人事じゃないんですよと、シリアでは殺される、僕たちは殺され、直接殺されはしないけども、うん、その被害は8割の日本国民はこの油が上がることで損することしかありませんよっていうことですよね。それを許すのですかっていうことです。
だから声を上げましょうってことですよ。やっぱりなんでガソリンの値段が上がったり下がったりするのかっていうのは多くの人が漫然と疑問には思ってきたことだと思うんですけども、やはりその裏にはその値段の上下というニュースを利用して、まあ、水力発電じゃないけれどもね、そこでお金を生み出しているという構造がやっぱりあって、それが今過度に世界の政治をコントロールしてしまっているんではないでしょうかね。でそれがまた原発進出の工事に使われるっていうことさ、うん、石油が上がってる、石油は高いから、ね、火力は高いっていうこの論理をまた作ってしまう、うん、だからまさに今さっき陽平がこれを見せた、うん、この3つのトピック、この連関性で、これと日本がいかにつながっているかということをぜひ、うん、俺はこれさっきあんたに初めて見せられたけど、うん、象徴なわけよ ね、 ね、ぜひ皆さんそういうことを、知ってほしいですね、はい、あんまりこのことを言わない、うん、いろんな評論家いろんなことを言うけども、うん、この国際的な金の動き、ファンドの動きっていうことをぜひ皆さん知ってほしいなと思いますね、はい、はい、そこがじゃあ、まあ改めてこれを今この情報をキャッチした皆さんがですね、ところで一体自分に何ができるんだ状態に今なってると思うんですけれども、まあ本当に情報は拡散することが力で、それは僕の選挙の時もそうでしたけれども、それ情報の拡散力っていうのがすごく注目されたんですよね。それはおそらく自民党にとっても脅威な数字が僕らの支持者によって生まれたんですけれども、まずは今ツイッターやフェイスブック上でですね、このシリア情勢とかそういった金融政策とかいろんなことの密接な絡みをみんなで情報を発信していきましょう。で間違うことを恐れずに、なんか政治のクラスターにですね、喧嘩ふっかけられて突っ込まれるっていうのはね、5ツイートぐらいの間に自分が3日分ぐらい勉強できるチャンスなんで、間違いを恐れずにどんどん疑問も発信して、やっぱりタイムライン上っていうのは一つの世論だと僕は思うんで、そこの中にやっぱりしっかり今起きてることっていう場所をね、トピックとして形成してほしいです。そこからいろんなことが派生して、さまざまなアクションが生まれてくるはずなんで、まずは今このことを話題にし勉強を深める。でこの 2,3 日かもしれませんね、米軍がアメリカも切迫してるわけですよね。オバマも広だと思います。もう経済界の特定のパワーを持った人たちにおそらく今吊るし上げられてる状態、お前が今うんと言わなければアメリカが崩れるんだぞっていうプレッシャーの中で、戦争のボタンを押すか押さないかっていうことを今オバマ氏も考えてる最中ですよね。でこれをこの歴史の岐路なんだから、一つの歴史の岐路なんだから、これを変えられるのはみんなのあれだけですよ。まあ彼らが一番気にするのは世論なんだから、うん、だからみんなウォッチをしてほしい、うん、株もう戦争銘柄なという言葉がね、うん、現実にもうマスコミのメディアで出てきてるわけじゃないですか、うん、だからシリア情勢に注目すると同時にファンドの動き、つまり石油の値段をよくみんな見ててほしい、うん、どれぐらいこの過程で上下するかっていうこと、それから株式市場の動き、戦争っていうのは一部の人たちは確かに儲かる、だけど8割の人にとっては最後は命の問題ですよ、お金も大きいけど、うん、お金も全く温存するのは8割の人たちですよ、石油があってこますよ。ましてやイラク戦争、湾岸戦争の時みたいにね、もう戦争の実費を日本が持つみたいな話になったらですね、やっぱりそれはもう実際に戦争に加担して人殺しに僕ら全員がお金を出してることになってしまうんで、やっぱりそういう事態は避けなければいけないと思います。それましてや、実質的な部隊の派遣っていう話もまあここぞとばかりに出てくるはずなんで、やっぱりそこら辺のことに対して多くの人が自分の善意のある意見をですね、断固たる姿勢でやっぱ提示していく、本当に今そういう時期なんじゃないのかと。これはもうメディアもな、ね、新聞もテレビも誰も言わないんで、まあ今まさにナウの緊急号外としてこのトピックを今日は放送させていただいています、はい、政府の動きもぜひウォッチしてください、はい、皆さんお願いします。ヤマン、それではぜひこちらの番組ですね、情報としてアーカイブも残しますので、皆さんの方で大拡散よろしくお願いします。よろしく、ありがとうございました。